さあ、IC キューブの数は足りてますか ?8 個足りてるね。いよいよだね。6面。いよいよ6面です。6面だ。さあ、アクシスアークスの6面だよ。ポイズンとかある、いろいろあるな。あ、いろいろあるね、ほんとに。どうしよう。ファイターでもいい気がするんだけどな。で、いろいろ変わるのもある。コピー能力がふんだんにあるな。俺はファイターで行く。ファイターは遠距離攻撃も可能だし。え?なんだ?最後のボスって感じがするね。いよいよここまで来たか。アクシスアークスの最上階。なにこれ?あ、扉なんだ。ここは、入るか。筋。ここは、我らがハルトマンワークスカンパニーのオフィス。その中枢になりますわ。こんなところにまで土足で入り込むなんて、最後までマナーのなっていない原住民ですわ。規律正しく管理されたこのカンパニーに働く素晴らしさ。あなたにはきっと理解できないことでしょうね。はあ。では今日はそんなあなたで特別に先ほど完成した新製品をご紹介しますわ。メタナイト?あのスクラップを我が社のテクノロジーで大型アップデート。眠ることなく24時間働き続ける。無慈悲な戦闘ロボに仕上がりました。広げ、もう拾ったのかよ!救われてなかったのか!名付けて、メタナイト防具解。たっぷりとご堪能くださいませ!おい、マジかよ!やばい、メタナイトだ!メタナイト防具。ちゃんとメタネットの曲だな。ちゃんとメタネットの曲じゃねえか。いや、これ絶対強いじゃん。突き抜けろ。おー、なるほどね。隙は絶対ある。突き抜けろ。ダメか。突き抜けろ。飛び下げり。危ねえ。突き抜けろ。この貫通攻撃が、貫通キックが素直に強いから。いて!やるじゃねえか。それはもう必要経費みたいなもんだな。突き抜けろ!大丈夫、HP はリードしてるよ。なんだ?はん!え?あ!突き抜けろ!よし!半分までいった。まだこっからだな。メタイド防具、まだ何かやるのか?こわ!なんか出てきたよ、手が。手が出てきた。突き抜けろ!なんだあの手、何してくんだ?叩きつけか。突き抜けろ!よし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 。突き抜けろ。お前単調になったぞ、攻撃がむしろ。よし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 。わっ、自由自在に動き上がって、うまい。追いかけてきた。危ない。ふっふっふっ。おら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 お
なんだ？つかみ攻撃とかしてきそうだな。いってー！うわー！コピー能力大丈夫か？間に合うか？間に合った！あのつかみ攻撃は食らっちゃいけねえってことだな。よし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 。でもあと少しだ。これは見たことある。大丈夫、見たことあるよ。見たことある攻撃だよ、大丈夫だよ。よし。あ、やべ。なんだ？雷まとったぞ。歩くとこに雷が。でも無敵がある。このキックには、このキックには無敵があるから、まだいける。大丈夫大丈夫、勝てる勝てる勝てる戦いだ。え、あー消えんのか、ちゃんと時間で。でこれでこっち行きの無敵キック、無敵キック来たわね。いけいけいけ、よし、これでどうだ。あ、仮面割れた。うそー、マザーコンピューターが作ったマシンが二度も破れるなんて。ならば、この私めが、2連戦だ。もう良い、スージーを。え？社長ハルトマン、これはこれは、我が秘書が、世話になったようだな。スージー、君にはこの仕事降りてもらうのである。え？もう下がってなさい。え？そんな単純に、おー、カービィ、寂しそうな目しとる。おー、ほん。わしがこの、ハルトマンワークスカンパニーの、社長にして、トップであり、最高責任者でもある。プレシデント、ハルトマンである。ピンクの原住民を、見るがいい。何これ、素晴らしい、実に素晴らしい。これこそ銀河の彼方の文明を紐解き、我が社のテクノロジーで蘇らせたマザーコンピューター、星の夢である。あー、つまりだ、この星の夢が示す完璧な経営戦略に従い、本日付で君には、え？消えてもらうのである！やばい！連戦だ！これ。やばい！連戦だ！スージー型ロボなんて発射しやがって、スージー型ロボなんて発射しやがってよ。回ってんね。これはどうガードする。でもガードしてもさ、ダメージ結構食らってたな、さっきガードしても結構ダメージ食らってるぞ。札束が落ちてきてる。画面を隠してる。画面と隠してきやがる、こいつ。うまいこと考えてんじゃねえか。痛い！いや、ガードしても結構食らうな、これ。
やばい、攻撃がまだ全然分かってない。あ、入った、やっべ。やべえ、コピー能力ない。コピー能力ない。なんかどうやって戦うんだよ。なになに、誰吸って吐く、吸って吐くしかない。爆発させる。スージーがやったな、その行動。いてー。ちょ、待って、マジで攻撃分からんぞこれ。防戦一方だ、あまりにも。あまりにも防戦一方すぎる。あまりにもきつすぎる、これは。ああ、くー、きつい。これ、素直に初めてボスで負けるかもしれんな。これは、だって、きついもん。ああ、動きに癖はあるにしろ。これは多分ここだな、アンチ。アンチはあるけど、半分はいけるけど。浮いちゃうからな。うわっ、あっ、危ない。避けろ。半分いった。でももうダメだ。もうダメだ。回復アイテムも何もない。スージーが大量発射されてる。スージーが大量に噴射されてる。金だ。これ吸い込めないから何か。やばーい。あーだー、あ、うわー、うわー、あー、こっからなんだ。メタナイトボークからじゃないんだ。優しい。優しい。そこは優しい。メタナイトボークからじゃないんだ。優しいね。ありがとう。それはありがとう。今度はミラーできたぜ。反射できないんだな、これ。当たっちゃったな。冷静に吸い込んで。隙はある。隙はあるからついてくしかない。追尾してくるね。てか、ロボが数字型、あの、電子ロボのがさ、数字型なのもさ、趣味悪いな、お前。ガードはちょっと使っていこう。走ればでも避けれるな。なんとかインファイトに持っていかないとダメだね。くそ。とりあえず早い段階で行こう。インファイトしていかないとダメだ、これ。分かってよ、来た、戦い方が。
ただまだ半分までしか行けてないんだよな、さっきの戦いでも。危ない危ない。で、爆発させられるから、ここは OK。キャリスミス。逃げろ。危ない。そうか、シールブレイクするのか、ずっとやってると。これは返せる。返せる飛び道具と返せない飛び道具がある。やばいなー、プレイが雑になる。半分いった。よし、さっきのとこまで来たね。回復アイテム使って数字ロボ、数字ロボ発射で、とにかく近接しないと。飛ぶ。追いかける形にして、できる限り。痛えなー。飛ぶ飛ぶ。うん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 、ランダムに飛ぶね、随分。今だ、大丈夫、リードしてるよ。え、よし、ここは攻撃できる。で、降りてぐるぐるからぐるぐる。ぐるぐる。好きだね、ぐるぐる。オッケー！ 4 分の 1! あと少し！なんだ？数字で見たな、でもこの形の攻撃は。なんだ？あれ。いや、味方もろと巻き込むな。あー！くそ！コピー能力が！コピー能力、ミラーは使える。よしよしよし、これが、これがミラーの強さや。反射できるのはミラーの強さや。反射！防御を攻撃にできる。ミラーなら。数字ロボか。数字ロボ発射。大丈夫。落ち着けば勝てる、これは。走れば避けれる、これは。よし！あとちょっと！くらえ！ん？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 おお！ああ！椅子になった。札束が焼けてる。